Hi everyone, on today's video I'm going to be reacting to Dark Gathering episode 22. Big fight. Let's see what the heck is going to happen. Because, you know, like, Neoiran. Let's see. I'm curious. But before I get into the video, please subscribe to the channel if you're not subscribed, because there's a lot of more new reactions coming and you don't want to miss them. So now let's get into the video. ホイランの三つ目の呪い。三つ目の呪い。炎の車に閉じ込められ、限りなく脱出不可能に近い。灼熱の牢獄の中で味わうせめく。わお。Like her story was really, really awful, really sad.天井楼閣から発生した炎の蝶は止まった者の魂をすすり、それを糧に本人を焼き尽くす炎となって燃え盛る。あの蝶に止まられた者はエネルギーがつき成仏するか、オイランが封印されるまで決して消えることのない炎に焼かれる。Oh my god! 味わい続ける。わお。すられた自分の魂によって焼かれ続ける永久期間の効果。食って回復する気か。炎の車をくぐったせいで食おうとした浮遊霊にまで着火した。Oh, some meatballs. They're burning everything. You're gonna do anything. Oh my god, the suffering of everyone. 崩れていく。対照的に魂を糧にした炎から発生する煙を吸う。Oh, and she's healed. Wow, yakedo, pyoki, wow, louka, mitsu no noroi subete ni mushibamarete.もはや起き上がることもできないだろう。回復、自己強化手段を持つ者同士の潰し合い。Yeah, but you know what? I'm really worried about how the heck are they going to seal her again? She's freaking powerful. I didn't know that she was so powerful. I'm scared of that. 回復手段をより多く用意できた方に軍配が上がった。Oh, she's dancing.炎で焼き尽くした吉原、その再現みたいだ。もう決着はついた。Is that オイランの再封印に入ろう。幸いにも勝ちに酔いしれて踊っている。Yeah, run, do it now. 今がチャンス。つい今の今まで。Okay, she's not dancing anymore. 狙われていた。蹴取られないように陽気に踊っていると見せかけていただけ。Yeah, this is what I was.This is what I was worrying about. Oh. Oh. Oh, okay. Keitaro, Hoiran は一戦終わったからって消耗するタイプじゃない。むしろパワーアップする。次が来る。急いで。Yeah, quick. Quick, quick, quick. Really quick.Oh my god, again. Echo! Terafina? Dochira ka wa zettai ni korosu tte hara ka. Me o nerat.目で見たものに狙いをつけて蝶を飛ばしている。Good. 近づいてきたやつだけを狙って。Oh. やばい。Oh. Oh. Quick, quick, quick. 急がれ。Quick.
She's not happy. She's very dangerous. Arigato. おかげで助かった。今度おみきを備えに行くね。She's a cutie. She's nice. 待ってる。Oh. The other one is freaking dangerous. 終わった。うん、まだ。Oh yeah, the that one over there. お母さん、許さない。欲望。Poor thing. I feel bad for him. He's just so traumatized. お母さんじゃない。お腹すいた。私が満腹にさせてあげる。無差別に呪いを振りまく霊を放っておくわけにはいかない。けど、ターゲットを絞ってなら約束できる。本当？うん、いつかその怒りが癒えて空腹を感じなくなるその日まで私がたらふく食べさせてあげる。だから来て。うん、またみんな。おー、プロセーン見えちゃう前に。だからいつか恨みが洗い流されるまで呪いに付き合おう。味方と思われなくても、せめて敵ではないことの証明に、このスケッチブックを返す。Poor thing, you know. 今回は3人で連携したことで、なんとか生き残れた。うん。でもおかげで、他人数での連携は生存率を上げることが分かった。だからこれからもガンガン連れ回すね。その代わり。Great!二人は必ず私が守る。通報するにも身元確認できた方が。Oh yes, the lady. それって栄一上司の霊を狂わせていた呪物じゃ。うん、どうやらそのペアっぽい。なんで？お祓いではなく呪いを専門とする個人または団体。そんな連中が。こんな悪霊を生み出す呪法で何をしようとしていた。おばあちゃんの霊は。Oh, oh, it's consuming them already. Oh shit. That one is creepy. こっちだよ。あ、はい。気のせいだったのか。シャミさん、うん、なんだい、妹の知り合いかい。シャミさんのお姉さん。ああ、私はナギ子の姉、シャミナミ子だよ。あんたらは発見者だね。今の発言から察するに知り合い以上犯人か。What the heck? いずれにせよ死んだ瞬間も見てるね。犯人じゃないです、犯人じゃないです。シャミさんとは。そんなヤバいもの連れてりゃ誰だってそう考えるさ。見えてる。Oh. おばあちゃんは霊能者。まあね、妹は霊に殺されたんだろう。うん、そしてその霊は私が封印した。事件は収束したと考えていい。気に入った。あんた霊能者になりなよ。私が修行を見てやる。スカウトされた。修行期間と得られる特典は10年程度。大抵の霊を倒せる。先祖由来の武器継承の特典付き。興味はある。でもコスパ悪いからいい。今でも大体倒せるし。断った。そうかい。落ち込んでる。ところでおばあちゃん、本職の霊能者がお化けになり変わられることってある？あるよ。何個なり変わられてたんだろう。おばあちゃん気づいてたの？おう、あんたも見えるタイプだろ。なら判別できる。
人間を包むエネルギーの色、個人個人は感情で変わるが、成り変わられるとベースの色が変わる。ナミコおばあちゃんは変わってない。賢いやつは同系色の人間となり変わる。当てにしちゃいけないよ。見えない人間もだが、好みや親しい友人との接し方、仕草の際から怪しいか見極める。最近は霊能者の成り変わりがよく起きてるらしい。ロッツ、ナギコは才能がなかったからね。関わった悪霊どもは必ず地獄に叩き落とす。その流血こそが私の涙の代わりだよ。OK。何かあったらここに連絡しな。Well, at least she's got a contact now, you know, in the industry. よし、倉庫に空き作りに行くぞ。これから証拠品や遺留品が運ばれてくるからな。はい。前は古くて狭い庁舎で、でかい証拠品の置き場がなかったんだよ。だから離れたところに H 山庁舎っていう保管施設があったんだ。人の死に関わるもの、そういうのがたくさんあった。敏感なやつはボソボソと話し声やら物音が聞こえるんだと。極端に嫌がるやつもいたって話だぜ。 Yeah, if that、 まあまあ開いてんな。何も起きなかったな。当たり前じゃないですか。That looks creepy. こんな時間に。なんだ、迷子か。Don't follow it. I'll be like, good luck. Oh.Oh, that's a ghost. Yeah.Oh my god. Well. Oh, やっと追いついた。おい、何座り込んでんだよ。 So here the sight? No. 頭返して。 Well, what?I thought. No. Yeah. I thought that she entered him, but I don't think so. Oh well. Another one to fight. Oh my god, there's so many. 数時間後、被害を受けた警官全員が他界する。 Wow, what the heck?全員共通して脳がスポンジ状に空洞化しており、全身が壊死していた。外傷は血文字を書くときに自分で傷つけたであろう指だけである。警察はこの不可解な事件を公にしないことを決定する。 I mean, yeah. 時はわずかに遡り、 That would be horrifying. 午前2時、事件直後。ご苦労様です。おそらくその辺にいると思うんですが、どうでしょう、ドロシー。いましたわ、元シャミさん。こっち、こっちですわ。 Not シャミさん。 A 市の K 公園までお願いしますわ。え、旧愛水門に器を瞬殺した霊と、それを捕まえた3人組がいた。 OK, so these are the、 そのうちの一人は子供。Ghosts that are replacing people. She looks like a doll. Okay, this is going to be really juicy, because we haven't seen, you know, like they need to deal with ghosts that are possessing people. That didn't happen before. So how the heck, like now they need to be careful, because obviously you don't want to kill the person.You know, you want to extract the ghost, but not harming the person. Oh. Let's see. Just 3 more episodes to the finale. I don't think we are at any point close to the big fight. I don't think it's going to happen this season, because, you know,
She said that she mentioned a number of graduates that she will need that we are not close, if my memory is correct. Maybe I'm wrong. We haven't seen anything of the house that they bought to put the graduates over there. Like, there's too many things to very little time. 3 episodes. Now this guy is doing this. I don't know. Let's see. Let's see. Anyway, please drop a comment. Let me know what you think. And let me remind you that if you're a member of this channel, among other perks, you will have early access to all my videos. And I also have Patreon, where I upload the full unedited reactions, also with early access. And with any of those, you will be helping me a lot so I can invest more time and create content for you guys. But if you cannot, it's fine. Just please like, share, comment this video, and that will also help me a lot. So have a lovely rest of the day, and see you in the next video.